本日のよろぴこカープ、カープ最高よろぴこ。お子さんどの写真ですかって聞きに来たこと今でも見たよ。で、よりこうした方がいいだろうとかいう時期あった。2年ぐらいしたらもう撮るよ撮るよ。で本当下手だったからね。ああ、でももうリードの仕方もまんまんまるまる違う。新しいあの福野さん当時ね、めちゃくちゃすごい撮るよでやってきたけど、まあ意外とシンプルで。シンプル。うん。でも吉井君はねリードの仕方でとんでもなく撮ったり。そうですね。何してんね曲芸みたいな撮りするんや。だけど自分に作ったのとコツをつかんだというかね、うん、最初に僕に1年目2年目の時お子さんはこんなんどんな人走るんですかって聞いたのがインパクトあって、うん、こっち走ることに興味持つというか走らない食っていけないって言われた時やったから、うん、だから一応スタートのこととかいろいろ勉強し始めた時ね、はいはいはい、そこに全く知らない1年生2年生の時に質問でしょ、うん、で脚力が俺より上やから、はいはい、普通にセンスがあったらいけるけど、そんなセンスあると思えんかったな、当時。あところが、たった1年ぐらいね、やっぱり覚え、どんどん覚えていって、ね、オープン戦の時にピンチランナーって全部せんよな。覚えてるそれ。俺覚えてる。ものすごい覚えてる。一緒に一部のオープン戦連れて行ってもらって、俺はピンチランナーやったらたまにしか出れんねんけど、こいつが切り札全部行って全部せんよな。あらこいつ通りのやり方覚えたわと思って、あスタートはまずスタート切る勇気覚えたよね、うん、遅い別途早いと別として、でその中でのコツ覚えたのが早かった、2年目早めに覚えたいない。で一回でも一番最初まださ覚える前ね、宮崎に小林さん監督になって2年目くらいで連れてもらって3投かけたい、うん、宮崎でアウトだでベンチ帰った小林さんに3投は120% で走る言われて 120%? あ怒られたな。いや、コバさんの喋り方が、コバさんってそんな喋り方だったんだろうか。いや、やっぱそうなんですね。で、あの頃に 120% って言う主義を覚えてるように今でこそね、よく評論家がねテレビでも 120% 3等でこの状況ではって言うけど、もうあの頃から知らん人は出とるんやな。言ってましたもん。120がないんだけれど、まあまあ、絶対にセーフにならないかんというね。ああ、新たな言葉ですね。うん、もう途中からでも、覚えて、盗塁がノーサインで出だしたときは、もうアウトになっても平気だったかもね。パーってアウトになって、あ、すいません、次行きまーすって感じだった。だからそこは余裕慣れない。すごいですね。うん、だから、飲み込みは、不器用に見えた割には早かったし、うんうんうん、自分で作り上げる形ができたなというのは感じたよね。だからバッティングでもやっぱり俺がコーチに帰った時に、お母さんちょっと手あげてって言って、で手あげてたら、俺守備コーチでバッノックせねえかんのに、手あげよったら1時間半ぐらいずっとやるのに、右左で1000本ずつだぞ、お前わし何本打あげねえかんねえ、ちょっと待てって言って1時間半ぐらいあげて、悪いけどちょっと行くわって言ったの覚えた。その時でもね、右左でね、で普通に打ってますからね、7、800ぐらい打ってない、7、800本1000本以上打ってたの。だって僕200から300から頑張るじゃないですか、うん、あれ3泊1機乗ってます。そうやろ、あもう最後は俺黄色い箱ね10泊以上上げたから、あれ打ちます300ぐらいの頑張るじゃないですか、うん、あれ3泊ほんと普通に打てるようになってます、風邪をさ、まあなあの頃なんか無茶振りの練習させてよ、こんなでできるかいって思ったのがやったからね。でもやっぱりそういうのでもどんどん体力ついたんでしょ。つくつくもうやめないんだもん、2人組よ、カズさんみたいな。ああ、そうか。パンパン。あ、カズさんが連振り連打。パンと、パッと見たら、ああって、もう、で、もう、一箱終わったらもうこうなるよ。そう。たらみんな言う。今からや、今から覚えるんや。今からスイング覚える。覚えられないやろって。もう、振られんのね。ああ。で、それが、ずっと打ってると、普通にパーンって3箱ぐらい打ってる。びっくりするって。それ東京の映像がそうだし、富士屋、うん、大阪の阪神戦に来た時、その時に下駄履いて来たんですよ。どっかで広島から帰ってくると、何考えてんねんって、それで見るんだけど、撮るからクレイジーまたバット持って帰ってたんで、ね、そうバット下駄履いて、なんか練習できてましたけど、おかしいなーって言うから、俺でさっからやるんだから、ね、寝てませんという感じよ。まあでもいい先輩に恵まれてますよね。
まあ、楽しいやっぱ人生で、ねね、要は僕最終的には本当にいい人に出会ってる。ああそうマジで本当に、まあ、小林さんしかりそうだけど、うん、もうずっと今問題、まあ、こうしていろんなことあるじゃないですか。もっとひどいこと起こしてますからね、一年の時、うん、で僕本当クビになるはずだったんですからね。で野崎さんと小林さんとかそういうのが吉井から野球取っちゃいけないって言って僕野球させてもらったぐらいですか、うん、覚えてるよ。そうでしょ、うん、だってもう隔離されて部屋からみんなでお前ら守れ変な人が来たらお前ら守れって言われて、あったね。なんで俺らするんですか。いや同じ野球選手仲間でね、あんなして、まあ、当時は当たり前の世界があったけど、ね、時代が大丈夫か帰って。でもほんまよくしようと、あの、奥さんの奥さんなんだっけ、名前あっちゃんと入江さんの奥さん、下側ちょっと忘れたな。入江さんの奥さんと、はい、あの九州三高から来た入江さん、内野手の二軍の時とかすごいこうものすごくこう、うん、二軍の仲間がいたんです当時。よくしてもらって、はい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 、であっちゃんとあとまあ木下さんの奥さんりっちゃん、でまたこうよくしてもらうようなタイプなんですね。そうね、めっちゃ可愛がってもらったよね。そうだ、甘い上手なんやね。マジでほっとけんタイプなんやね。そうですね。で本当によくしてもらって、だからすごい、あと剣持さんとかね、うん、剣持さんね、うん、だからいろんな、そうやって見たらね、でもものすごいいい人に僕出会ってますよ。うん、そうでしょうね、うん、で木山さんでしょ、うん、で木本さん、木山さんとかいたじゃないですか。あと木原さん、キャラってどのぐらい見るの？ピッチャー？いや、1個上かな。で、ピッチャーだったら西鉄から来た左ピッチャーの鳥貝さん覚えてないですか？あ、なんとなく、あ、寮にいたけど、寮にいたよ、うん、あと久保さんじゃなくて代打で眼鏡かけた米山さん、うん、みんなよくしてもらった。だからまあどっちかだったら、あの二軍を代用して行ったいう感じだから、結局みんな一軍でレギュラーでバリバリ活躍した人よりはなんか応援してたんやね、人徳いうかね、うん、まあでもその時みんな思ったらこいつレギュラー取ると思ってなかったからね。ほんまそうやろね、大してセンスがあるわけじゃないし、肩と足が速いのとパッパッ、あのどうかね、寝ずして遊ぶ元気はあったよな。でもやっぱり小林さんが見る目あったよな。あ、そうでしょうね。ああで俺がコーチになった時は、あ、そりゃそうやな、これなら使うわ。でも2年で答え出なかったらクビやねと言った。綺麗に消えるタイプ。はいはい、だそれを物にして、ほんで知らん間にガッ3年目だったね。すごいと思う。ここでも3年目であんなできんもん。そうですね。でも、白岡さんもほんまね、みんなにやっぱ風邪さんもそうだけど、うん、2軍で盗塁を立つもそうだけど、あの時も行かなかったら怒られたからね。走らんかった。はいはいはい。寺岡さんに。はいはい、で、スイッチした時も、フライ打ったら頭ぶつけられるさ、またコントロールウィンダーをぶつけるんだわ。こう、当てられて。で、フライ打ったらと、今度、あのワンバンとこないスタートぐらいで、途中からこんな人ホームラン打ちゃいしたしね。そうですね。わけのわからんことするしね。3割打っとるバットが2割並んでもいいから、ホームラン30分しますとかでやるしね。もう人のこと言ったら聞きゃへんしね。そうですね。やっぱりコーチで戻ってきた時はもう聞かないですね、全然。あの僕はね、まあ、親しいから、うんうん、あんまり言うたら僕も怒るし、はいはい、こっちも分かっとるから性格上、はいはい、お互いの言えることお互いにほとんど言うとるから、ね、信頼関係ありますからね、うん、もう三つ子の魂でね、はい、でもそれが周りから見たら煙たいやつがいたんやね。気にかないよね、うん、気に入ったと思うんやけれど、まあそうでしょうね、うん、でも結局僕ら二人でジプシーでやったけど、でもやっぱすごいと思うよ。お母さんはいいじゃん、はい。でもあるよ、俺個人的に言ったら最初にな、トレードやな、自分で分からんで出されてるでしょ。はいはい、そうです。捨てられたと思って言ったもんよ、うん、な、うん、ほんでやっぱカープはあの日本一になった年やから、うん、翌年やから、ほんでまたその年も日本一になったもん、はいはい、それでシーズン中と来とるやろ、何回も、うん、ほんでシーズン中東京行ったらちょうどホテルが近いから、うん、挨拶行くやん、はいはい、ほんでドヤーって言ってみんな言ってくるやん、はい、いやちょっとパリは体悪いっすねが声かけた時にはもう、はいしかありませんって言うことでね、はいはいはい。
今年もですね、よしごチャンネルね、はい、これができた。ヨロピコ米、はい、またできます。新米でございます。新米、はい、福岡県の田川ってところで取れてまして、うん、であっちはやっぱり水が綺麗でホタルが有名なんですけど、うん、その綺麗な水で作られた米です、うん、この大きさで用意したいと思うんですよ、うん、ヨロピコ米ということで今年も新米を皆さんに提供したいなということで、うんうん、販売いたしますんで、ぜひどしどしご応募お願いいたします。お願いします。おいしそうやね、新米。新米うまいもんな、うん、新米っていうより米がさ、うん、白いご飯に焼きそば高菜とかさ、そうでしょ、うん、そのセット最高ですよね。そうなる、そういうことです、はい、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。登録、いいねをよろしくお願いします。ゲームセット、明日もよろぴこ。